お話です。もしも私たちの住んでいる世界が有機質と無機質とがせめぎ合い、有機質である我々が無機質である生命体に虐げられる、そんな目を当てられないような映画のような世界だったとしたら、なんて、おいチリー、お待ちかねのジャンプタイムだ。今日こそ無限のジャンプに出るんだ。おいチリー、きっちり締めらんせよ。ふんどし、あ、自分はフリーフになります。やかましい。3時の方向に無機質生命体発見。いや、あれは車椅子に乗った人ですかね。あれはもっと強いんだ。Yeah!
チャー作ったりして